使っちゃうんですよ。ということで、まあ、ここでまあほらこう見てくれてるね、はい、みんなのためにもこう塚ちゃんに何か聞きたいことを、はい、聞いて、はい、何でしょう。結構ね勝手なイメージなんですけど、はい、塚ちゃん結構なんかすごいあの SM バーとか好きそうな、うん、あーやはりなるほど、なるほどね。それだけで、ね、ということで、はいはい、まあ、先ほどの、はい、塚ちゃんが、はいはい、あの、うん、夫婦するわけですね。夫婦してくるので、はいはいはい、もうちょこれはもうそろそろ始まりますよ。お、このゲーム、あ、もう始まった、やばい。はい、ということで始まりました、ルールを破ったら罰ゲームです。はいはい、はいはい、こんな風に頑張って生放送をやっていくナイトメアから、ここで皆さんにお知らせがあります。はい、リクエストオブジャイアニズムザツアーも行います。うん、詳細はホームページをチェックしてください。はい、13日からですね。はい、はい、どうですか、順調ですか。いやー、もう順調ですよ。リハーサルも、はい、まあ、今日もリハーサルでした、うん、そうです、順調でしたね、うん、はい、ということでじゃあまずここで1曲お届けしましょう。それじゃあヨミ君から曲紹介、はい、お願いします。それでは、ナイトメアでジャイアニズム10。はい、ということでお送りしたのは、ひつぎたちナイトメアでジャイアニズム10でした。うん、はい、えらい、はい、えらい、はい、おかしいですね、この台本が、台本がね、はい、トラップだらけです。あ、はい、うん、ということで、ここで、さらに僕たちから大発表が、アウトあれ、そうだ、今の僕あれれれれれれれ言ったわ、俺気づかなかった。つかちゃん、じゃあつかちゃんやってあげて、敏感なすいくんに。ちょっと待って、はい、ちょっと気持ち、まあまあまあ敏感ですからね。あ、トラップがこれちょっとやばいな、直後の、うん、それはもう何回か食らうね、今日これやばいやばいやばい。さっきとも結構食らいそうじゃない、やばいね。いや、そうでもないよ多分。あ、そう、これやばいわ。そうね、そういうことだもんね。そういうことだね。はい、じゃあ、いきますよ。どうぞ。これ、番組進む、これ進む、進む、進む、進めなければいけないです。さらにここで、質疑たちから大発表があります。すでに告知はしていましたが、なんと、ナイトメアがラジオドラマに挑戦しちゃいます。そうです、そのタイトル言っていいですか。はい、どうぞ。タイトルは頑張る戦隊メアレンジャーです。おお。なんそれ。はい、頑張る戦隊メアレンジャーですね。はい、はい、内容は戦隊ものです。うん、もう、もうそのまま戦隊もです。戦うわけですか。まあ、戦うんでしょうね。悪と、うん、まさか正義とってことにはならないでしょう。まあ、わかんないけど戦うわけですが、これはですね、その俺がさ、なんて？なんか言いました。え、なんか言った。アウトー。
あーこれ完全に不利だね。不利。じゃあつかちゃん、じゃあつかちゃん、ユミにふしてあげて、優しくね。いやあのね、あー分かった分かった。どう嫌な部分は、うんうん、その風じゃなくて、うん、音です。どんな音だったっていうの分かる。あ耳元でのつかちゃんのふ、なんか俺こうめくる時からなんかもうちょっと、はい、若干ね、ちょっと、はい、ということでこれあれです。その先ほども言いましたが、その赤髪が、はいはいはい、おお、赤髪が寝坊しちゃって会議に行けなかった、うんうん、時に、うん、多分ヨミが、うん、じゃあそれでって言ったんでしょう。それで、それは、はい、何どういうなんで OK をしたの。いやまあふうさんが、うん、まあこれで行こうって言うから、うん、ヨミはいいよ。おー、うん、今どっちの王だったんだか俺も分かんない。なるほどね、うん、ということで、何をやらされるのか実に怖いんですが、うんうん、実際のところまだ何も決まっていないというのがちょっと脅しですよね、うん、ナイトメアにとっては。まあ、はい、ですが、うんうん、声を聞けば誰もが分かるあの大声優さんも登場です。ほう、あの声優さんも、おお、テンション上がるね。上がりますよね。上がりますね。みんなね、昔からというかね、うん、アニメは見て育ってきてると思います。あの声優さんってもしかしたらお話ができるかもしれない。おあのキャラクターとみたいな、まあ分からないですかね。はい、ということで全6話の涙あり笑いありの大長編、うん、ということですので、実際はまだ何もしていませんがすごいことになってしまうんではないかと期待に胸が膨らんでいるわけです、うん、で現段階で皆さんにお伝えすることの、できる具体的な内容といえば、うん、ピアスたちが何レンジャーかということだけです。ほう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 、はあ、そうです。戦隊ものですからメンバーそれぞれに割り振られるわけですか。そうですそうです、戦隊ものですね。色ってことですよね。色じゃないですか。戦隊ものってほらやっぱりスタンダードに行くと5人、はいはい、まあですね、うん、そうです、はい、なるほど、はい、ということで、うんうん、早速発表しちゃいましょうか。はい、お願いします。これ誰が発表しようとするんですか。いや、色別に書かれた封筒があるんです。ほう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 、まあ、これは要は赤ですよね、はい、この中にそのメンバーの名前が書いてあるわけですよ。あー、なるほど。だから順番としては赤、青と、うん、まあ、こう緑、黄色、うんうん、最後に桃があるんですよ。お、まあ、桃は大体女キャラ相場が桃は詰まってそうですけど、黄色とピンクは大体、うん、もう使っちゃんは黄色はね、使っちゃんからするとピーチらしいですけどね、うん、ピーチの丸がハートになってる。あー、ハートやっぱりね、はい、ということでもうこれ発表していきますか。はい、お願いします。はい、赤レンジャー、赤レンジャー、これ主役的な感じか。これしすぎじゃないですか。でも色的にはちょっと俺ね、分かんないけどね、俺ね、アウトー引っかかるね。引っかかりますね。うん、さあいいですね。じゃあ、つかちゃん、つかちゃんですか。つかちゃんタイムです。はい、じゃあはい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 、いいですか。はい、いいですよ。もう発表してきますわ。はい、はい、誰だ。赤レンジャーヨミです。おー、イエーイ。レッドレッドです。レッド、うん、なるほど、うん、次じゃあヨミなのに、ヨミなのに、うん、レッド、うん、ほら、ますますだよ。何だ、ますます、うん、次はね、うん、ピーチな気がしてきた。なんかそういう言い方だとなんか他人のことを言ってるように聞こえる。なんかその棺はねっていうと、じゃあちょっと言ってみて。棺はみたいな。例えば自分のことを言う。アウトー。え、自分っていうワードもダメ。あ、なるほどね。じゃあそれもダメなの。え、なんだ。なるほどね。え、じゃあ今まあそのだから。だから、スカちゃんがスピーディーになる。スピーディーに。